どうもチャンネル隊長の隊長です。いやついに来てしまいましたよ、ヴァンガードの、2回目の車検です。いや本当にね、やっぱさすがにね、こう2回目の車検となってくると、やっぱこのヴァンガードもね、年式的にもね、やっぱり古いじゃないですか。なのでね、やっぱりそろそろいろんな場所方が来て、もう車検がね、ちょっと落ちちゃったりとかね、まあ落ちなくてもなんかいろんな場所直したりとかしたりしてね、まあ結構高額なね、値段になっちゃったりとか、本当に嫌ですのでね、本当にもう今ヒヤヒヤでございます。いやだからね、今日はちょっと車検合格祈願、車検合格機のね、祈願を、取り行いたいと思います。ヴァンガードよ、車検に合格せよ、合格、車検に合格、満三欠馬、満三欠馬、満三欠馬はい、多分ね、今の私のお祈りで、確実に車検は合格するでしょう。それではね、勇気を振り絞って、車検場へ行きましょう。いや怖いな、怖いな、ほんと怖いな、マジで。あー怖いな、いくら行くんだろう。あー怖いな、怖いな、もう、行くのやめようかな、もう。車検場に着きました。こちらはですね、車検場に着きました。いくらになるかわかんないですけども、とりあえず15万下ろしてきました。怖いな。それじゃあね、ちょっと車検証を持って行こうと思います。事件が起きました。ブーツが全部、破れてました。あとナンバー灯が切れてました。あと冷却水買います。はい、もうクーラントもだいぶ傷んでるんで買います。あと何があったかな、なんか結構ガタ来てました。びっくりしました。はい、もういくら行くんだろう、怖いな、マジで怖いな、これいくら行っちゃうかな、これ。いやもう震えています。震えてますね、これ。いくら行くかな、怖いな、怖いな。そう、あとあれだな、ブレーキパッドね。そう、ブレーキパッドも前と後ろがもうやばいです。特に前はもうほぼないらしいです。はい。やばいな、どうしよう、怖いな、これ。怖いよー。どうも、隊長です。ヴァンガードね、結構ね、修理しないといかん場所が多くって、とりあえずちょっと何時に終わるか、今日中に終えるかもわからないみたいな感じで、とりあえずね、代車貸してもらって、まあとりあえず家に帰ってきました。はい。でね、隊長ね、重大なミスを犯しました。隊長ね、家の鍵、車の鍵につけてんだけど、車の鍵ごとお店に置いてきてしまって締め出しを食らったでござる。参ったな、これ。今嫁出かけてるんだよね。いやこれ、参りましたね、これは。やってしまいました、隊長ね。いやすごい久しぶりに軽自動車運転したんですけど、もう高速道路がね、むちゃくちゃしんどいね。めちゃくちゃしんどいわ、これ。もうアクセルベタ踏みでももう100いかないもん。100いかんもんな。いやちょっとね、もう結構かかっちゃうと思いますけどね。お金も時間もね、かかってしまうと思いますけどね。もうヴァンガードが恋しいです。恋しくて仕方がありません。怖いわ。車が出来上がったということなので、短い間でしたが、台車のムーブちゃんとはお別れです。ありがとう、ありがとうな。はい、というわけで早速お店の方にね、車を取りに行こうと思います。はい、車を引き取って家に帰ってきました。
はい。いやー、思ってたよりもね、やっぱり、ボロボロでしたね。いやー、やっぱりね、素人じゃわからんです。うん。フロントのディスクパッド交換。で、後ろ、後ろはまだ余りがあって、まあ別に、まあ急にやんなくてもいいですよってことだったんで、まあ後ろは、読めました。で、あとこれですね、フロントのね、ロアボール。あれですね、フロントのロアのですね、ジョイントダストブーツ、あれが左が破れてて、で、フロントのね、スタビライザーのリンクの、あれか、左右ですね、左右のブーツも破れてました。で、いや僕全然気づかなかったんですけど、ナンバー灯が片方死んでたらしいです。まあこれでも安いですね。300円で直してくれました。安っ。で、まあブレーキフルートの交換と、まあクーラント、入れ替えてもらって、あと、ATF ですね。あそこも変えてもらいましたね。はい。まあ一回も変えたことなかったんで、4万キロに1回変えるらしいですね。でもこれもう6万4000いってるんで、もう十分にもう、あれですね。超えてましたね。はい。税金とかね。整備以外のやつも全て出すと、今回の車検にかかった金額は、126,290円。ありがとう！ありがとうございます。いやー、やっぱ安いっすね。いや、最初、僕、いくらかかるか分かんなかったから、20万ぐらいいくんじゃないかなと思って。まあ、20でもな、こいつ年式古いし、まあ、安い方か、なんてこう頑張ってね、プラスプラスにこう考えたんですけど、まさかの12万6000円ということで、意外とね、すごい、リーズナブルにやっていただきまして、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。はい。でね、早速ね、やっぱ帰りね、ブレーキの効きの良さ、こんな止まるみたいな、もうすごいですね、やっぱり。ブレーキパッド変えるとね、もう全然違いますね。あと、まあ、フルードも変えたんで、それもあるのかもしれないですけどもね。はい。まあ、あとね、今日、その、台車で、まあ、軽自動車、ムーブをね、借りて、まあ、その車検してもらったお店から、まあ、家に帰ってきて、で、家から、まあ、ね、お店までっていう距離を運転して、まあ、高速使ったんですけど、ね、やばい。いや僕よくよく考えたら軽自動車運転はまあしたことはもちろんあるんですけど、軽自動車で僕ね、高速道路走ったことがなくて、全然加速しないんですね。まあ NA の 660cc だったと思うんで、もうすごいですね。もうこの車踏み抜いちゃうんじゃないかなっていうぐらいね、もうベタベタに踏んでもね、もう80キロやっと行くかみたいな感じでしたね。いやー、で、それがあるもんでかもしれないですけども、今、ヴァンガード運転したら、わー、早いって。そんな感じになりますね。はい。いやー、でもね、面白かったですね。なんか、あれ、毎日はちょっと、僕はちょっとしんどいかなって思うんですけど、まあ、運転する分には楽しいですね、経験もね。悪くはないですね。はい。というわけで、以上、ヴァンガードのね、車検を受けてみた。まあ、題名はね、今の時点でどうするかまだ決めてないですけども。はい、そんな感じの動画でした。はい。またね、車検が終わったからね、いや、ちょっともうちょっと手の込んだね、なんか、カスタマイズができるんじゃないかなと思いますので、皆さんね、これからもどうぞ、お楽しみにしておいてください。はい、それでは、皆さん、おやすみなさい。